ナイスゴールです。ありがとうございます。疲れためっちゃ疲れた新幹線が、ああロングドライブね。お疲れ様。長いね。お疲れ様。お疲れ様です。オーケー、いこう。歩きから行きます。もう今日ウォーキングだけです。移動もちょっと長かったんで、あの短い時間集中してやりましょう。45分ぐらいで終わろうと思う。頑張ってください。明日いい方向いていくよ。はい、行こう。行こう。3連勝したけど、まだまだもっと連勝伸ばさなきゃいけないし、ここにいるメンバーはそのいい流れに乗っかっていかなきゃいけないんで、もっと向き合って高めてチームにプラスをもたらせるようにやっていきましょう。お疲れ様です。やっそ。あ、
あー、そば行っちゃった。お前はディフェンス帰ってきたわ今。よっしゃ。これ使いますよね。多分な。なしで。なしで。ミスったやつばっかり乗せてください。俺は成功したやつだけ。おお。それ入ってないんで空振りと一緒ですよ。ああ。そうっすよね。次のシュートが楽しみやな。いやー、それすごいわ。ゴー。なし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 ここまでですか。オッケーオッケーオッケー、ここまでね。ラスト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 、なになになに、上田さんこれ絶対使ってください。ありがとうございます。オッケー、出なくてよかった。ここまでここまで入ってないのは空振りと一緒っていうコメントもつけどいいよ、素人素人が聞かない山公平、ありがとう。ありがとうございます。入ってくる。
コンディション上げていかなきゃいけない人大事よ。明日も2日前の練習になるんで、あんまりできない今日やったけど、やっぱりコンディションをしっかり保っていくのは大事なんで、逆に今までこう長くプレーできてなかった人は上げていかなきゃいけないと思う。自分がいいコンディションの中でチームがラスト2ヶ月やっていくのが大事だと思う。そこはみんなでしっかりパタドシやっていきましょう。夏ももうすぐ終わると思うんで、どんどん少しずつより練習の質が上がっていくようにみんなで頑張ってくれる。ね、マンテーボア。はい。じゃあたまにはムクさんも。たムクさん。I think today was a really good session. 今日もいい練習できたと思います。At the moment, a lot of these players aren't playing, but it's up to us to work our way into the team and to keep pushing the guys that are starting so that they can、go into the match with a good level. ここにいる選手の多くはなかなか試合時間ない選手もいますけど、できるだけスタートに入れるようにプレーのレベルを上げていけば、チーム全体としてのレベルも上がっていくと思います。We have nine games to go and it's nine cup finals for us. 残り9試合なんで、9試合全部が決勝だと思って。Let's keep fighting.ありがとう、大丈夫。間違ってない、日本語。どんな、そんな、上層ないよ、膝下だけだから。膝下。あら膝下で、膝下だけで振る。そしたら、狭いエリアでも早くシュート打てるから。さっきよりも全然いい。抜いて重心を前に乗せて、まずは速さよりもそう膝下で振る感覚、体重前に乗せろ、膝下で振る。ソセット終わった？はい、はい、今日終わり。ありがとうございます。毎日やろう、毎日、はい、毎日毎日、はい、お疲れでした。お疲れでした。久しぶりに全体合流してどうやった？いや楽しいですね、サッカー。楽しかった？楽しい。動けてたね、こう見た感じやと。本当ですか？うん、山田 20% ぐらいですよ。あっ、からまだまだいきますよ。伸びしろですね。ボタン伸びしろ。あ、山の真似できんよ。あ、こんな気ですけど。そんなつもりなかった。ああ、すいません。ありがとう、はい、また頑張りましょう。頑張りましょう。失礼します。よし、頑張ろう。もういいね。きつい、きつい、きつい。やめ、右も。あ、優しいわ、俺行こう。早いわ、俺行こう。早いの来いよ。はい。
左にちょうだい。そうなんだよね。ごめん。やれよお前。さっきごめん。ごめんごめん。マジでごめん。ずれてんだよ。ちょっとごめん。どうだろう。7。いやボールんじゃない俺な。優しい。ナイス。タッチ。どんぐらいで気持ちマジで。運ぶとき。はい。あ、それじゃ。お前さあもう。あのブリッジは何なん？ここ、なんか開くみたいなやつっすね。3週間前から3週間前からこれ結構柔らかいっすよね、最初から。あ、そうだね。こん中だったらグイーンと言ってたね。はい。いやいや、すごいカメラマン来た。じゃあカメラマンもこいつで行きます。いいですね、全然もししていただけるなら。いや、なんか癖のカメラマンだね。